ラピートは南海電気鉄道が南馬駅関西空港駅間を南海本線、空港線経由で運行する特急列車である。西日本旅客鉄道が運行するるかに対する関西国際空港へのアクセス特急として登場した。全車両座席指定制で JR の普通車指定席に相当するレギュラーシートとグリーン車に相当するスーパーシートの2クラス制を 同社で初めて採用した。列車名称のラピートとは一般公募で選ばれた早いという意味のドイツ語ラピットに由来し、他に専用車両である5万軽電車の奇抜なスタイルから深海潜水艇もしくは鉄人28号というニックネームが運行開始以前から使われている。なお、同じ区間を運行する急行列車は空港急行と称される。 別立ての種別で運行されることから空港特急とも称される。速達タイプはラピートアルファー、途中停車駅がサザンと同一系統のタイプはラピートベータと称される。日中はラピートベータのみが毎時1本運行されている。またラピートアルファーは上りは20時以降、下りは平日朝に運行されている。1994年の運行開始当初は ラピートアルファは、南波関西空港間ノンストップ運行が行われ、南波と関空間の公共交通機関としては、最速の29分で結んだ。しかし、乗客数の低迷により、2001年3月24日のダイヤ改正で一部列車に途中停車駅を追加し、2003年2月22日のダイヤ改正でノンストップ運行は廃止された。 2005年11月26日以前は昼間時にも、ラピートアルファーが運行されており、ラピートアルファーと、ラピートベータが交互に、毎時一本ずつ運行されるダイヤであった。南馬駅から、新井間宮駅天下茶屋駅坂駅、岸和田駅泉佐野駅林空タウン駅関西、空港駅サザンの座席指定車及び高野、林間、千部クライナーに乗り継ぐ場合は別料金となる。 料金の内訳等は、南海電気鉄道特急料金を参照。使用車両は、専用の5万系、電車6両編成で、全車座席指定制を採用し、うち2両が特別席、スーパーシートである。スーパーシートでは、かつてソフトドリンクがスーパーシート1000人アテンダントのカウンター背後にある、ショーケースより提供されたが、ほどなくしてアテンダントは常駐しなくなった。 このため、レギュラーシートの乗客が勝手に持ち出したり、スーパーシートの乗客でも大量に持ち出したりするケースが相次ぎ1999年に廃止された。現在はリニューアル工事を2018年に完了した全編成では近年急増している外国人観光客のため、4カ国語の社内放送が実施され、区派5500系のデッキにある、 サービスコーナーが撤去されているほか、走行機器にあたる VVVF インバータ制御装置の素子を後期型の GTO サイリスタから8000系などと順じたイベットへ変更され、扉閉め自動放送は2018年をもって廃止された。普段は空港特急のみの仕様であるが、予備編成に余裕があるため臨時列車や団体専用列車として空港特急以外での運用も見られる。 2007年のゴールデンウィーク中には、三崎公園開園50周年を記念して、三崎公園駅南馬駅間で臨時特急ラピートが運転された。その他にも、過去に臨時で和歌山市駅まで運転されたケースも何度かあり、5万、軽電車が木の川橋梁を渡るシーンが見られた。運行開始直後は、JR 西日本の特急、はるかと比べて、話題性。 快適性ともに勝り、関空へはラピートが、はるかにお得という比較広告で、格安さを訴求することで、利用状況も好調だったものの、やがてブームの終焉に伴い、リムジンバスと、はるかとの競合では競争力に乏しく、乗車率が低迷し始めた。リムジンバスは鉄道に並行する都市高速道路として、 阪神高速4号湾岸線が開港時から整備されたことにより渋滞による遅延が少なかったことと南波や震災橋、本町などの大阪市中心部や南海本線沿線以外、特に梅田など大阪北地域とのアクセスも良好であり、ラピートは所要時間や運賃面、アクセス性でリムジンバスに対する優位性が発揮できなかった。また、遥かは、 大阪環状線や梅田貨物線を経由することで、大阪駅は経由しないものの、新幹線乗り換え駅である新大阪駅や、国際的観光地である京都に直通しており、ラピートの弱点である北やその先への直接アクセスができなかったことで、はるかの後陣を廃するようになった。一時は、中間車2両を外して4両編成で運転することも検討されたが、 編成組会にかかる費用が効果に見合わないと判断され、見送られている。その後、ノンストップのアルファを事実上廃止し、停車駅を増やしてベータに統一し、中間駅の需要を喚起したり、2005年のダイヤ改正で、泉佐野関西空港間に限り特急料金を100円に、 値下げしたこと、2007年8月の関西空港第二滑走路供用開始による便数増加、国内線を大阪国際空港からシフトさせる施策、新規参入したスターフライヤーが話題になったことなどによって、それまで1日4000人台で低迷していた利用客数が2006年には5000人台に戻り、1日あたりの利用が4000人台に止まる。 はるかに対して若干シェアで上回るなど回復の兆しを見せた。ただ、2008年の世界金融危機を起因として、市況の悪化とそれに絡む関西空港発着の複数の国内路線が急廃止されたことにより、空港利用者の減少で再び乗車率が低迷した。2010年以降は、市況の回復で渡航者が増加したことに加え、 海外からのインバウンド需要の伸びや LCC の路線拡大と南海電鉄自身が海外の旅行代理店を中心に積極的に営業を仕掛けたことで利用客が大きく増加。2016年度の乗車人員は前年比で約62万人増の約344万人台となり前年度に記録した過去最多のレコードを塗り替えた。 特にインバウンドによる外国人旅行者の利用が急増し、外国人利用者のうち8割は韓国人となっている。しかし、2020年以降、コロナ禍の影響により多くの国で移動、渡航の自粛や入出国制限が行われるようになり、国内外の航空需要の低迷で、関西国際空港の利用者数が減少し、ラピートの利用率も悪化している。 近年は6割を超える乗車率となっており、空港連絡鉄道として乗客数の流動性が高くなってきている。また、主要駅に停車することから、特に平日ラッシュ時には、南馬駅泉佐野駅間で座席指定の通勤ライナーとしての需要もある。今後は、弱点であるネットワークの狭さを解消するため、2031年、開業予定の何和筋線への乗り入れが、 構想されており、道路線の開業により、大阪駅への直接アクセスが可能となる。現在使用中の5万系は、地下路線を走行するのに必要な貫通扉を備えていないため、2017年には、何はす線直通用の新型車両を設計する構想を明らかにしている。本列車は、種別名として、空港特急を称することでもわかる通り、 関西国際空港へのアクセス列車であるが、南海線内のみの利用も考慮されており、そのため以下のような規格乗車券類を発行している。2012年12月9日から使用が開始されているラピート特急券付き規格乗車券。南馬駅、新今宮駅、天下茶屋駅、住吉大社駅、堺駅関西空港駅のラピート特急券と、 片道乗車券がセットになっている。関空特割ラピート切符の発売に伴い、乗車券、特急券をひとまとめにしてで発売されていた、ラピート特重回数券及び、ラピート特種往復券は2012年12月8日に、発売を終了した。2019年8月23日、ラピートベータ十一号関西空港行きは、南売機を予定通り十八時に出発したが、 堺駅を出発後、最初に車掌が2両目と3両目の連結部付近で、イオンに気づいた。関西空港駅で折り返しラピートベータ50号、ナンバ行となった後、同車掌が3回にわたり、イオンを認めたため、列車無線で指令に報告。さらに折り返しナンバ21時発ラピートベータ49号に、泉佐野駅から、県車係員を転乗させたが異常は、確認できなかった。 当日入庫後の24日未明の検査で台車の亀裂が見つかり、運営安全委員会は重大インシデントに認定して調査を行った。南海電鉄は26日までに5万経前車の緊急点検を実施したが、他の編成でも台車の亀裂が見つかっている。運営安全委員会は台車メーカー住友金属工業が2005年に台車の補強を行った際に発生した。 溶接欠陥を起点にして亀裂が発生した。また、車掌が聞いた音は、下り列車基準で2両目と3両目の連結部の、渡り板部分にある、ガイドピンとガイドの擦れる音であり、台車の亀裂部分と離れていたことから、異音と亀裂との関係はなかったと推定した。これを受け、南海は、台車の検査を、充実強化するとともに、同型の台車すべてを2021年度中に、 申請交換する。ありがとうございます。